皆さんおはようございます。ご紹介ありがとうございました。そして先ほど申し上げましたようにこのような機会をいただきましてお招きをいただきましてこの10周年という記念すべき機会にお招きいただきましたことを感謝申し上げます。これが100周年記念になるようにお祈りしておりますけれどもその時は私もおりませんし茶田先生と同じようにですね生まれ変わって日本で教鞭を取っているかもしれません。そして今後の10年そして20年50年この研究がですね成功を続けることを願っております。本当にお喜び申し上げます。この10周年の記念にそして今後ともの繁栄に心からお祈りしております。そして加藤学長ありがとうございました。このようにお招きいただきましてそして研究科の先生方福祉大学の先生方本当にありがとうございました。私というもの坂さんそしてその他の皆さん雨森先生、全員のお名前を申し上げることはできないんですけれども本当に名古屋にこのように訪れることができましてもちろん余語先生もですねどこにいらっしゃるんでしょうか。余語先生いらっしゃいますか。オーディエンスの中におそらくもうちょっとしたらいらっしゃるかと思いますけれども余語先生にお会いするのも楽しみにしております。このように懐かしいお顔を見ることができてそしてこれまでにもさまざまな機会があったんですけれども私のように年を取ると過去ばかり振り返ってしまうんですけれども私もその一人ですねとても懐かしく過去を振り返っています。さまざまな機会がありました。本当に多くの素晴らしい人と出会うことができました。最初に名古屋に参りましたのは余語先生に招かれてのことだったんですけれども UNHCR でいらっしゃった時ですねその時に余語先生からそして米国のジョン・ジョーンズ先生ですかこのセミナーに参加することで機会をいただきました。名古屋のことを本当に知らなかったんです正直日本に来たこともなかったんですね。最初はインド、シンガポールなど行ったことはあったんですけれども日本は初めてだったんです。ですから本当に大変なことでとても興味深い経験となりました。新しい国そして新しい人々に出会うということでそしてそれ以来ですね余語先生が国連を退職されてからこのような形で福祉の問題に関わり続けこのようなプログラムにかかることができたということなんですけれども本当にこうした機会をいただきまして光栄に思っておりますしさまざまな機会これまでにも名古屋を訪れることができまして日本に来ることができて本当にとても良いことばかりだったんですけれども余語先生坂先生ですかそして文化的なことの経験もさせていただきました。いろんな国の食べ物を食べることも好きなんですけれどもさまざまな、素晴らしい場所に連れて行っていただいて最初に、日本に訪れた時は、秋ですけれども、94年ですね国連のセミナーだったんですけれども伊勢神宮に行きました。本当に美しい場所でスピリチュアルな場所でした。そしてその時の感覚ですね他の文化につながっているそして過去伝統につながっているというその感覚素晴らしい経験となりました。そのような場所に行くことができて本当に嬉しく思っております。そしてまた余語先生とともにですね余語先生はとても食べ物にもお詳しくてとても素晴らしい日本の食べ物を食べることができたんですね。本当にこれまでのご好意嬉しく思っております。個人的なレベルでこのような非常にその皆さんとつながっているという感覚を持っているんですけれどもそして学生とのつながりもあります。もちろん皆さんの中でもですね国際的なプログラム JICA やその他のプログラムで働いていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。世界を股にかけて働いていらっしゃる方もしれません。皆さんの実践的なお話をお伺いするのもとても興味深いことでしたし PhD の学生の討議論を交わすこともとてもいい経験でした。これまでのですね10年過去十数年を振り返
返って非常に素晴らしい協業があったと思うんですね。素晴らしい場所を養護先生と訪れたり、お寿司を食べたりということ、そういったことも経験としてありましたけれども、それよりもっと重要なのは、我々が一緒に何かをすると、一堂に集って何かをすると、そのコラボレーションです。理解を深める、そして異なる文化背景を持っている我々が、お互いの文化を尊重し合う、そしてお互いから学び合う、そうしたことで、今日いらっしゃる先生方も私の意見に賛成してくださると思うんですけれども、このような、交流をに関わることができまして、大変素晴らしい経験をさせていただいてありがとうございました。そして皆様にも感謝申し上げたいと思います。保坂先生からコンタクトをいただきまして、この一つことを話してほしいと、でこれがタイトルですよということでお伝えいただいたんですけれども、素晴らしいタイトルだと思います。これは社会開発とその解雇、そして展望という3つの要素があります。社会開発、そしてその過去、振り返りですね、そして将来への展望という3つの要素です。そこで3つの要素の切り口からお話を進めていきたいと思いますけれども、テーマを発展させるにもまして、たくさんの異なるトピックがあるんですけれども、その一つの流れを作るのにも良いかと思いました。過去、そして将来、それ、イントロダクションとしても良いのではないかと思います。まずはじめにですね、コンセプト、社会開発の定義、概念からお話をしたいと思います。どんな意味があるのかと、そして2つ目が過去ですね、振り返りです。過去、何千年も遡ることもできるかもしれませんけれども、ちょっとそれではあまりにも長すぎますので、過去の振り返りということに関しては、10年12年くらいをスパンとして考えたいと思います。新たな21世紀の初めから今日までですね、いくつかに絞ってですね、社会開発のフィールドの中で、特に顕著なもの、そして、学術的にも、そして実践的にも、この重要な数点を振り返りたいと思います。そして3番目に将来への展望です。我々社会科学に関わるものに関しましては、将来を展望するということはちょっとリスクがあるんですね。将来を見通すということはなかなか難しいことですので、ですから将来を予測するというのではなくて、私がお話ししたいのはこうあるべきではないかと、我々はこうするべきではないかと、教員として、そして実践家として、学者として、そして国際コミュニティの一員として、社会開発に関わる者が何をするべきなのかと、何を強調するべきなのかと、どんな分野にフォーカスをするべきなのかと、つまり我々は将来に影響をもたらすことはできるからですね。そして最後の部分なんですけれども、将来の展望の部分でもやはり3つの点に絞ってお話をしたいと思います。どの部分に焦点を当てるべきかということで、それがこれから私がお話しすることなんですけれども、まずはじめにですね、社会開発の概念から、社会開発とは何なのかと、そしてどのように定義されてきたのかと、どんな意味があるのかということなんですが、まずここで問題になってしまいます。というのも、このさまざまな文献をずっと読んできてですね、何十年も一つの答えというのがないんですね。社会開発の定義、我々同業の学者たち、自然科学、化学、そういった中ではもちろん定義というのは存在するんですけれども、社会開発に関してスピードだとか重さ、そうした科学数学的な部分に関してはスタンダードな定義があるわけなんですが、社会開発にはないんです。しかしながら、我々が何をしているのか、何を意味しているのかということにはもちろん概念としてあるわけなんですけれども、その問題はその何か石の重さを測るとか、とてもその精密な機械で測るとか、そういうことではないんですね。
いろいろな現象がありますので、実際の自然現象ですとか物理現象に関してはもちろんそれは測ることができるんですけれども、この人間が関わる社会的な関係、文化、そしてさまざまな事柄が関わってくるものですので、なかなかそれを一つの標準的なディフィニッション、定義にすることは難しいと。そこでまた最後の方でこの点に戻りたいとは思うんですが、さまざまなですね概念的なフレームワークがあります。理論的な見方、社会活動を見る違う見方がありますね。違うレンズで見ているかもしれない。そして学者たち、著名な学者、ノーベル賞受賞者、リーダーとして尊敬されている人々、そうした彼らもそれぞれ違う見解を持っていると。社会開発最初に出てきたのは第二次大戦後ですね、1950年代なんですけれども、当時の歴史を振り返るということ、私も非常に興味を持って研究をしてまいりました。私も歴史について書いたことがあります。植民地時代のですね、オフィシャルがこの社会開発という言葉を出しました。それは経済開発と並行して論じられるもので、ロンドンですとかケンブリッジ、英国では植民地の監督官ですね、こうした方たちが経済成長、経済開発というのは何かと、そして産業を、農業を進行すると、そして貿易を進行すると、では社会開発とは何かと、そこで議論をしました。その経済開発、そして社会開発、それは共に進んでいくべきであると。そのあたりからですね、1950年代に社会開発の最初のコンセプトが出てまいりました。コミュニティデベロップメントだという考え方もあります。人が中心になる、人々が主体になる、民衆中心のコミュニティ中心の活動であると。それはロンドン大学がコミュニティ開発のワーカーをですね、トレーニングをしまして、識字率向上の教育をするですとか、農業のプロジェクトを行う、そしてコミュニティ中心の教育を行っていくという、ローカルコミュニティが中心となってリーダーとともに開発していくと。それが50年代、それ以降なんですけれども、全ての国がコミュニティ開発をするべきだ、コミュニティ開発プログラムを推進するべきだと、人に届くもの、そして彼らに機会、参加の機会を与えていくと、開発の機会を与えていくと。そして60年代なんですけれども、10年15年のギャップがありまして、違うアプローチが出てまいりました。違う見解ですね、社会開発に関して。これをプランニング見解といいます。計画見解ですけれども、この社会開発の解釈というのは、ギュンナ・ミュダル、ノーベル賞受賞のスウェーデンの経済学者ですけれども、ストックホルム大学ですね、国連と緊密に研究を進めてきました。68年ですか、国連のさまざまな決議の中でミューダル氏は、社会開発というのは経済計画および社会サービス提供に関連したものだと。その当時ですね、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスで教えていたんですけれども、その時にその学科の長がですね、新しいプログラム、新しいコースを作りたいというふうに言ってきました。分かりました、ではじゃあ何をしたらいいんでしょうかと言いますと、ミューダルがこういった考え方があるんですね、社会開発の考え方がと、途上国、何でしょうか、そのミューダルさん、私分からないんですけれどもと、そして社会経済計画というのが何かということも分からないんですけれどもと。そこで72年にですね、最初のプログラム、ソーシャルポリシー&プランニング・フォー・デベロッピング・カントリーズということを
当時ですね、リーターズテクニス、今も友達なんですけれども、そしてミューダルとも友人なんですけれども、まあ私はあまりよくわからないんですがと、アフリカから来たから大丈夫でしょうと、私は南アフリカ出身なんですけれども大丈夫だというふうに言われたんですけれども、それだけで大丈夫だとはとても思えなかったんですが、そしてまあそういうような形で始めまして、そして政府からのさまざまな文書をいただきまして、これはまあ訓練のために作っているものでありましたけれども、そして最初受け入れた学生は11名だけでした。彼らはインドで活動していた、まあ社会開発関係に関わっていた人たちでありますが、まあミューダルから与えられたモデルというのは政府が中心になったまあ計画風であったわけであります。コミュニティデベロップメントモデルとは非常に違ったものであったんですね。以前のモデルはかなり変わっていていました。そして当時の文献を見てみますと、まあ、イギリスのモデルとして、まあ、政府がまあサービスを提供し、まあ、国としてまあこのようなサービスを行うと、これは2つ目の考え方だったわけであります。1つ目が人が中心になったもの、民主が中心になったもの、2つ目が国家中心になったやり方でした。90年代になりますと、まあ、私は国連をその当時離れたところでしたが、3つ目の考え方が出てきました。1980年代でありますが、これはさまざまな経済学者の関わったものでありまして、彼らを追従する人たちが多かったわけであります。例えばハイエクがいました。彼もロンドンスクールオブエコノミクスにいましたし、シカゴ大学にいました。それからミルトン・フリートマンという著名なシカゴの大学の教授もおりました。彼らが全く違った見解を示してきまして、非常にユニークな、まあ、その文献をフリートマンのものとして私見る機会がありましたが、その中で言われているのは社会開発は経済改革の一端だというふうに言われていたわけであります。非常に短いパンフレットでありましたが、これは米国でこれが配布されたものでありまして、社会開発はこれは経済開発と同じようにその市場ベースで行う必要があるというふうに謳われていたわけであります。経済開発が行わなければブームを迎えれば社会も開発されるということであります。企業家は利益を追求し新たなビジネスを始める、そして開発が行われる、社会も開発されるんだその形でというふうに言われたわけであります。そしてまあ、ミルダルが言っていたのは、これはまあ国家中心となって計画経済の形で行っていくと、これに対してフリードマンの方は自由主義経済という自由市場主義という考え方をまあ導入していたわけでありまして、ミルトン・フリードマンを追従していたですね、非常に尊敬していた、まあ、総としてあるとかディーパク・ラルフなどもこうした考え方を従うようになりました。この総統氏はペルーの開発は政府が起業家を敵視しているのがいけないんだと、まあ、その小規模の自営業者、あるいはその違法とされているタクシードライバー、彼らが自分たちの起業家精神を発達させて、彼らがお金を儲けるようにしたらいいんだと、政府の規制などは良くないというふうに言ったわけであります。政府は去ってくださいと、そうすれば民間の中に活力があり、多くの、まあ、小規模の事業主が開発の担い手となるからといったわけであります。これは非常に興味深い考え方でありまして、ミルダルの考え方とは全く違ったわけでありまして、コミュニティベースの考え方とも違ったわけであります。そして世界銀行がですね、当時、まあ、そうした考え方を衝動するようになりました。いわゆる自由市場主義的な考え方でありまして、まあ、政府というのは、まあ、事業が投資を行い利益を追求し、そして成果を得る助けをすべきだと、まあ、政府としてはそれを阻害しちゃダメだという考え方を導入したわけであります。この考え方がさらにですね、まあ、発展しまして、ミシガン大学のプラハラド氏がピラミッドの底辺という本を書きました。これは、まあ、非常に興味深い、まあ、よく売れた書籍でありますけれども、その中でこの教授は我々がなすべきことというのは貧困層に目を向けることだと、社会の村に住んでいるような土地もなく
農業を行っている人たち、あるいはそのシャンティタウンの人たちに目を向けるべきだと。そしてこうした人たちに製品を届けるんだと。フランチャイズを使って例えばそのシャンティタウンなどで化粧品を売るんだというようなことを言った。そうすれば企業はお金を儲けることができると彼らは言ったわけであります。そのような形で同時にまたグラスとル草の根レベルでの資本主義も拡大していくだろうと。このような形で人々を、底辺の人々まで市場に巻き込んでいくんだと。それが貧困の解決になるという考え方を導入したわけであります。私も含めてですね、多くの方は、まあ、この考え方に懐疑心を持っていますけども、そのような考え方あったわけでありまして、そして、まあ、市場を中心にした社会開発という考え方が出てきたわけであります。例えばマイクロファイナンス、小規模事業という考え方、あるいは小規模ファイナンスという考え方もその一端としてできたわけであります。それからそのチャダさんが今日来ておりますけれども、そのさまざまな考え方がその後出てきました。整形アプローチであるとか人間配置アプローチ、あるいはそのジェンダーベースの活動を行う人たち、あるいは家族やハウスホールド、世帯に目を向けた活動を行う人たちが出てきました。その中で特に有名なのがセン教授でありますが、彼らはケイパビリティという概念を導入しました。このケイパビリティというのはケイパビリティを表現する機会を持つことが重要の、その UNDP がこの考え方を採用しまして、人々はそのケイパビリティをその生かし、その選択する機会を得ることが重要だと。これが一つ開発関係の中で重視されるようになりました。そして戦士を尊敬していたヌスバムさんというこの教授もですね、戦士の考え方に基づいた考え方を出しております。書籍として出しているわけでありまして、その目次を見てみますと、ヌスバム氏としてはですね、政府のことは全く述べていません。その国というところを見ますと、全くその作品にも何も載っていないわけでありまして、まあその国というものの役割をなくしている、その代わりに家族とか家庭に中心を置いているわけであります。このようなまあその社会開発の考え方の中で新たなフレームワークが投じたわけであります。どれが正しいのかという疑問が生じるかもしれません。どれが正しい理論なのかという疑問が生じるかもしれません。コミュニティベースの開発が正しいのか、民主が中心のアプローチが正しいのか、市場中心のアプローチがいいのか、政権アプローチがいいのか、どれが正しいのかという疑問が生じるわけでありますが、私の考え方では、まあ、こうしたさまざまな観点というのはさまざまな社会における制度を反映したものであります。まあ、それに関してはまた後で話しますが、私の考えではこれらさまざまな制度にはそれぞれの強みがあり、それらを統合していくことが重要だと考えております。これが社会開発という私の95年の本の中でこれを改陳していますが、この本自体は全くインパクトのない、まあ、失敗に終わって全く売れなかったわけでありますが、まあ、さまざまな人々がそれぞれの主張を繰り返すばかりで統合の動きは出なかったわけであります。これまでのところそうしたことはできていません。同時に私が一つ言いたいのは、最近では一つの広がりとして、まあ、そのこの学会において新たな傾向が生じている。まあ、この福祉の分野において理論的な、まあ、観点が様々に出てきているけれども、それぞれのモデルの強みを生かして統合していこうという、まあ、一つの包括的なモデルにまとめていこうという契機が生じていないわけでもないわけであります。まあ、ただですね、状況は非常に複雑であります。社会開
革という言葉自体がさまざまな実践活動の中で使われています。ですから私自身も批判を受けまして、ロンドンの教授陣からは私の社会開発に考える対するアプローチはどちらかというと福祉中心だと言われているわけであります。ですから例えば女性の活動を、農村で助けようというのはこれは開発支援であります。そしてグラミンバンクも社会開発だと考えているわけであります。さまざまな議論がある中でこうした実践活動もさまざまなところで行われていまして、それぞれが全く異なるにもかかわらず社会という言葉で統合されまして社会開発と呼ばれている非常に複雑な状況になっているわけであります。そしてこういう状況でありますので定義を一つ標準的なものとして出すことは難しいと考えています。これに関してはまたその今後の展望に関して話すときに少し振り返りたいと思いますけれども、今後複雑なこうした問題をもっと話し合って何とかまとめ上げていきたいと一つの回答を出していきたいことが必要だと後でまた話します。さてこの社会開発のこれまでの状況を振り返ってみます。過去100年ほどあるいは60年50年というふうに設定してですね、この社会開発という言葉を考えることは可能です。この現在の社会開発という言葉自体は60年ぐらい前から出てきたわけでありますが、ここではですね、そういうことを話すのは可能だとしても、とりあえずこの21世紀の当初10年間の振り返りにとどめたいと思います。その10年間においては3つの分野においてイノベーションが生じた、この社会開発の分野でありまして、この3つのイノベーションは注目すべきものであります。それぞれ深い背景のあるものであります。20世紀からのものでありますが、それがね21世紀になって初めて花開いてきた、そして多く注目を浴びてきたわけであります。その3つを使ってですね、描写的にこの10年を振り返ってみたいと思います。その他のアプローチに関しては他の方も話していただけると思います。これは包括的な素描にはなりません。どちらかというと大雑把な素描になりますが、まず最初にこの社会発の過去10年12年の中で特に注目を引いたのがですね、小規模事業マイクロファイナンス、そして2つ目が MDG すなわちミレニアム開発目標であります。そして次がコミュニティベースの社会開発であります。これは50年代当初のコミュニティ型開発ではありません。この新たなアプローチというのは非常に重要なイノベーションがあるものであります。特にジェンダーの分野、環境の分野、あるいはエコロジカルなプロジェクト、例えばバイオ燃料であるとか、あるいは森林をコミュニティが運営するとか、そういうことが行われてきた。今3つこの大きなイノベーションがあると言いましたが、それぞれ非常にエキサイティングな非常にダイナミックな動きでありました。社会開発の分野の中で大きな力を発揮してきているわけであります。そこでまず最初にこの小規模事業から始めたいと思いますが、この小規模事業あるいはマイクロクレディットあるいはマイクロファイナンスというのは、いわゆる同義語であります。その小規模の貸し付けというふうにマイクロレンディングというふうに国連では呼んでいますが、モハメド・ユニスが有名でありますね。彼がこの概念を広げたわけでありまして、特に西側諸国の国においては彼にの貢献が大きいわけでありますが、私、フィリピンを、70年代に初めて訪問したわけでありますが、その時にすでに、フィリピン政府の農業銀行が、小規模な貸し付けをやっておりました。そして、小規模事業主に対する支援事業が社会開発と福祉省というそのような名前だったと思いますが、こうした小規模事業主向けの活動を行っておりまして、プロジェクトを行ってまして、これは特に女性に対してその、貸し付けを行うという政府のサービスでした。ですから全く新しいアイデアでなかったわけでありますが、このユヌス氏が新しかったのは総合貸し付けという考え方を出したわけであります。この総合貸し付けモデルというのが非常に世界的に注目されたわけであります。2つ目でありますが、彼はこの
小規模事業が、まあ、彼の場合グループはみんな女性のグループであってありますが、そして他の、まあ、国でもマイクロエンタープライズに関しては同じようにその女性が多いわけでありますが、彼の主張するところによると、この小規模事業、女性がお金を借りてその小規模な事業を始めると、これが貧困に対する解決策だと言ったわけであります。これによって貧困率を減らすことができると彼は主張しました。そしていくつかの場において、彼はもちろん非常に著名人になっておりまして、テレビにもよく登場しましたが、その中でインタビューを彼と私が行った場合もありますが、その中で彼はバングラデシュのそのこの最貧困層の率の低下は、これはグラミン銀行のおかげだと彼は言ったわけであります。まあ、これは少しまあ反論すべきところがあったわけでありますが、多くの人の心に響いたのは事実でありまして、そしてクリントン大統領、そしてヒラリー・クリントンもこのアイデアに非常にまあこれを高く評価し、彼をホワイトハウスに招きました。そしてそこで大きなイベントを行いました。私もその招待状を受けたわけでありますが、まあ、97年に大きなイベントを彼のためにホワイトハウスで開いた関係で、新聞やテレビなどもこれに関して多くが語りました。2004年にはこの国連もこの活動を支援し始めました。そしてマイクロクレディットの時代が開けたわけでありますが、その後この2006年にユヌス氏とグラミンバンクがノーベル賞を受賞したわけであります。これは彼にとっても、またこの社会改革に携わる人々にとっても、貧困削減に努める人々にとっても大きな達成でした。このようなアプローチというのは、まあ非常に世界中で広まりました。しかしそれは行き過ぎの感もありました。すなわち、まあこの貧困の問題について万能薬ができたというふうに、そういうふうに考えられてしまった。しかし私は学生に言いました。しかしそれは正しくないよと私は学生に言いました。ユニスさんは、私たちがこの関わっているグループの 90% 近くがうまくいっていると言ったんですね。しかし、まあ、それが果たして本当かどうかということで、それは疑わしかったわけです。でこのようにマディア、メディアをグラミによってグラミンバンクは祭り上げられました。そして果たしてそれが正しかったのか。グラミンバンクは非常に、まあ財政的に難しい状況にありました。そしてグラミンモデルがうまくいかなくなったわけです。そしてバングラデシュで洪水がありました。そしてその貸し付けのグループは、ですからそのローンのお支払いができなくなりました。ですから銀行はうまくいかなくなりました。そして政府からお金を借りなければならなくなった。そして最終的にどうなってしまったかということを、ユニス氏はこの総合貸し付けのモデルはもう今後継続することはできないというんです。その代わりに各個人にお金を貸すというのです。すなわち貧しい人たちに、個人にお金を貸すというのです。それからもう一つこのような変化がありましたけれども、それに加えまして、このマイクロファイナンスとそれからマイクロレンディングの間の切り離しがありました。以前はこのグループ貸し付けというのは、これはまあローンをしてそれでビジネスを始めるというものでありました。しかし今は家の屋根を直したい、そしてまたポンプをつけたいということであれば、それはいいんですけれども、このマイクロエンタープライズとそれからファイナンスのリンクがなくなったものですから、このモデルが変わってしまいました。そしてバングラデシュでリサーチが行われましたけれども、それによりますとこれはいずれ起こる問題であったと。このグループ貸し付けというのがビジネスをスタートするのでなければ、いずれはうまくいかなくなるだろうということになりました。で実際ですね、このリサーチを行いましたけれども、グラミンはこのような財政的な困難がありながらもまた貸し付けを始めました。そしてまた他からも借りたわけであります。でこれは
まさにこれはアメリカで起こった住宅バブルと同じです。最終的にどうなってしまったかというと、バブルが弾けてしまったということです。そして危機が発生したということです。アメリカ、ヨーロッパ、それから世界のあたるところで不況が起こりました。で、それはですね、いわゆるスペキュレーションによってこのような不況が発生したわけなんですけれども、これはマイクロファイナンスにも起こったということです。そしてもう一つ、このマイクロファイナンス、マイクロクレジットといった組織は全て、ほとんどこれはいわゆる NGO でありました。インドであるとか世銀とか、そういったところはですね、関与しておりました。それからインドネシアでも関与しておりましたけれども、しかしほとんどが NGO の活動であったわけです。でボリビアではマイクロファイナンス、バンコソルというところがありました。ボリビアのバンコソルというところです。ここは NGO だったんですけれども、これは売却されてしまいました。すなわち商業銀行にこれは売却されてしまったわけです。そしてそこのディレクターは大儲けをしました。そしてまたスタッフも大儲けをしたわけであります。ですから今バンコソルは別の銀行に身売りをいたしまして、そして今は非常に大きな企業になりました。すなわちマイクロファイナンスの民営化が起こったわけであります。メキシコのコンパルタマスというところがありました。これは宗教団体に支援を受けていただきたいですけれども、カルロス・シムというビリオネアによっていろんな策を講じまして、そして例えば担保を取らないとか、そういった形でですね、貧しい人たちにお金を貸したわけであります。しかしこのような商業ベースの小口ファイナンスによりまして、今担保が取られるようになりまして、それでこれは形がまた創始されてしまいました。また同じようなことがインドでも起こっております。マイクロファイナンスの形が創始されてしまったわけであります。というわけで非常に大きな業績はありました。その創始者がマイクロハウスを訪れたということもありました。しかし今それは売却がなされてしまい、そしてマイクロファイナンスがまた悪用されてしまうのではないかという、そういった懸念すらあるわけであります。で我々はこのマイクロファイナンスというものが一体どのようなメリットがあるのかということについてはもっと考えていかなければなりません。そしてどのように今小口の貧しい人たちに対してお金を提供することができるのかということを考えなければならない。しかし今はそのような銀行が身売りされてしまって、そして悪用されていると、特に南米ではその使用には大きな疑問符が残ります。そしてもう一つイノベーションとして申し上げたいのは、ミレニアム開発目標が挙げられます。これはグラミーほどですね、マスコミに取り上げることはなかったと思いますし、ノーベル賞も受けませんでしたけれども、しかしそれでも随分マスコミに報道されました。1995年117の世界の元首、また国王がですねコペンハーゲンに集いました。これは第1回の社会開発のサミットであったわけであります。世界サミットでありました。ここで焦点を受けたのがですね、貧困でありました。それからまたリテラシー、それから教育に対するアクセス、それから性の平等であるとか、それから雇用といったものが非常に重要なアジェンダでありました。このコペンハーゲンの会議は国連のメンバーステイツによりまして支援されまして採択されたわけであります。そしてさまざまなターゲットが設定されました。で2000年からですね、そのターゲットを向けてまして、コペンハーゲン
プラス5ということで2000年に向けまして、それでスタートしたわけであります。そして最終的な目標としては2015年を設定いたしました。で、この古戦コペンハーゲンプラス5と、それからミレニアム開発ゴールということで、最終的に2015年を目標年としたわけであります。で、そしてこのミレニアム宣言というのも行いました。これには18の目標がサブターゲットともに設定されております。これがですね、国連の加盟国によって満場で採択されました。で、これは189の国であります。そしてこれについては積極的に対策が取れました。そして社会開発に対しても関心が喚起されまして、そして ILO ですとか、それから WHO ですとか、そういったところからも支援を受けました。また世銀からも支援を受けました。当初このようなアプローチに対して世銀は非常に疑念を持っておりましたけれども、最終的には支援を受けました。そしてまた世界の支援組織、ゲイツ・ミレンダ財団ですとか、それからこの財団についてもですね、ミレニウム開発ゴールに対しましては大量の資金の支援を行いました。で、これによりまして、2015年までに貧困を半分にする、 50% にするというのは、これはですね、いわゆるその貧困というのは何を意味するかといいますと、いわゆる1ドル 1日1ドル以下の収入という絶対貧困を 50% 以下にするというものであります。それからまた母性の死亡率でありますとか、それから飢餓ですとか、それからまた都市におけますスラムを低減するでありますとか、そしてまた国際的な協力を進行するであるとか、そういった18のゴールがございます。このようなゴールが設定されました。で、2000年このプログレス進展に対しまして、中間報告を行いました。そして事務総長がですね、この進展についてはかなりうまくいっているという、そういった声明を行いました。そしてこの例えば貧困率についてはかなり下がったと、そして中国などで特にその貧困状態は良くなっている、またインド、ブラジルといったところでも貧困率は下がっているということです。アフリカでも下がっているということでありました。それからまたリテラシーですとか、それからスクーリングでありますとか、それからまた伝染病でありますとか、サンフランシスコから昨日参りましたけれども、ニューヨークタイムズによりますと、国連が HIV エイズが世界中で疾病率が下がっているということですので、ですからこのゴールはうまくいっているかのように思われます。それから2010年のレポートによりますと、その一方で母性の死亡率は実はあまり下がっていないというわけです。で、例えば肺炎ですとか、そういった問題に、失礼、結核などについてはですね、提言をしているわけですけれども、この死亡率についてはあまりうまくいっていないということです。それからまた、いわゆる衛生率についてもうまくいっていないということであります。というわけで、このミレニアム開発目標について、私は学生にこのように言います。1600年、日本の天皇が中国に書簡を送って、そしてそれからインドのエンペラーに書簡を送って、そしてまたヨーロッパの王国に書簡を送って、そして一つの場所に募って、そして世界の貧困について語ろう、そして社会開発について語ろうなんていうことを考えられるかと、そうしたら生徒は私がもう気が狂ってしまったかというふうに思ったようです。しかしこれは非常にバカらしいと、こんなふうに考えるのはバカらしいかもしれませんけれども、それが1995年に発生し、そしてまた2000年にもこのような会議が行われたわけであります。世界のリーダーが集って、そしてこの貧困の問題について考えよう、そして子どもたちを救おう、子どもたちを学校に通わせよう、そして世界の政府を再構築しようということを考えたわけです。これは非常に大きな業績だと思います。今までこんなことがあってでしょうか。
そうは見ません。これが正しいステップだったでしょうか。私はそう思います。この、まあ、振り返りの中でですね、強調したいのはリインベグレーテッドコミュニティデベロップメント、コミュニティの活性化、コミュニティ主導のアプローチということなんです。コミュニティ開発というのは1950年代60年代に、まあ、国連のサポート、政府のサポートで始まったわけなんですけれども、まあ、インドですとかさまざまな地域でそれが広がりました。さまざまなプロジェクト、人々を中心で開発をしていこうと、まあ、それは続いているわけですよね。で、まあ、この数年、まあ、10年20年くらいの間に見てきているのはもっとまあ活性化されたアプローチの仕方ということなんです。コミュニティの開発トップダウンで最初は始まりました。政府主導です。それがですね、まあ、その結果は例えば世界銀行ですとか、まあ、ドナーの国々がまあ資金をですね、まあ、政府に出すのではなくて、まあ、NGO などに対して提供をして、それを活性化してきたと、さまざまな地域で。まあ、かつては NGO はなかったんですけれども、まあ、もちろんまあ NGO がある国もありましたが、まあ、オックスファムですとか、セーブ・ザ・チルドレンというようなまあ国際的な NGO、まあ、それが中心だったのが、今ではまあ一般的なものになりました。ペンシルバニア大学のサラマン、それからアン・ハーですね、UCLA の。リサーチの中で、まあ、メモリさんも書かれていますけれども、そうした研究の中でですね、まあ、NGO がまあ拡大してきていると、増加してきていると、まあ、フォーマルな NGO だけではなくて草の根の NGO なんです。まあ、人々が、まあ集い、まあ、女性、例えば共通の利害を持っている人々、社会的な動きとして、社会活動として、このような動きが起きているというのは、非常にその社会開発が活性化されてきているということだと思いますし、非常に好ましいことだというふうに思います。まあ、より流動的でダイナミックな動きが社会開発の中に起こっていると、その中で参加が増えてきているさまざまな組織、シーワですね、女性団体です、インドの。まあ、よく引き合いに出されるんですけれども、まあ、そうした機関が、まあ、何千も世界に存在すると、草の根のレベルで出てきていると。ケーススタディの中で私が最近読みましたのは、まあ私の、まあ、南アフリカの農村部なんですけれども、まあ、サービスがほとんどないと、まあ、そういった中で地域の人々が、まあ、主体的にですね、まあ、リソースを求めようと、政府に働きかけようと、そして地域を振興していこうと、持続可能な地域を作っていこうという動きがありました。まあ、これは非常に重要な動きだと思います。まあ、草の根の活動が今、まあ多く起こってきているわけなんですけれども、それは私は大変関心を持って見つめております。まあ、皆さんもそうですけれども、保坂先生もそうですね、グラスルーツ、マイクロインシュアランス、マイクロ保険ですか、保坂先生が主催してくださいました、そのような会議の中でですね、カードですとか、その他の組織ですね、そうした中でこのような動き、新しいアプローチというのは非常にエキサイティングなものだというふうに考えています。そしてもう2つ要素を申し上げたいと思いますけれども、要因を申し上げたいと思いますけれども、まあ、リグロースといいましょうか、再成長、コーポラティブムーブメントです。コーポラティブというのはまあ共同組合なんですけれども、まあ、もう何千、本当に古い時期からですね、メソポタミアの時代からですね、そのまあ寺院を建設するとか、そういうことにまあ共同組合が使われたわけですよね。ローマでもインドでも共同組合があったんです。まあ19世紀にヨーロッパで、まあ、共同組合の広がりがありました。それがですね、一旦その動きが、まあ、収まってしまった時期があったと。70年代でしょうか、私がロンドンに参りましたときに、まあ、スーパーに行きまして、そこでスーパーは、まあ、政教というかコーポラティブというふうに書いてあるわけですよね。
まあ、何かチーズか何か買おうかなというふうに思っていたんですけれども、で女性がメンバーですかというって聞かれたんですね。まあ、政教のメンバーですかと、いや、私はメンバーではないと、じゃ あ, その政教って何ですかって私は聞いたんですけれども、そこで、まあ、パンフレットをくれて、まあ、この購入をすればメンバーになって、購入ができますよと。それまでですね、70年代まで私知らなかったんですね、こういった政教の存在というのは。まあ、その後少し、まあ政教の動きというのは沈静化してしまったんですけれども、マス活動、利潤追求のビジネスモデルというのが、中心になってしまいました。しかしですね、2年前にロンドンで、ショッピングをしてまして、そこでまたコーポラティブなの政教と書いてあるわけなんです。そこで、すぐにそこに行きました。それで、奥さんと一緒に行ったんですけれども、フルーツ、リンゴなどを買ったんですが、そこでまたメンバーになりました。今そうですね、さまざまなの、政権に関して、共同組合に関してですね、こうした動きがまた高まりつつあるということで、書籍も発行されています。共同組合を作ると、ニューヨークタイムズの中でも、いや、またファンナンシャルタイムズ でですね、経済誌の中でも、昨日も保坂先生にお話ししたんですけれども、ファイナンシャルタイムズ、経済誌の、一面全部がですね、共同組合の話であったと。ビジネスの世界が特にそのコモディティの分ですね、フェアトレードですとか、コーヒーですとかお茶ですとか、そうしたものに関して、ファイナンシャルタイムズで、共同組合で政教で買いましょうと、ローカルオークションで、より良い品質管理ができて、そしてまた社会的にも責任のあるビジネスであるということで、ここで、新たな動きが出てきたんだなということがよく分かりました。米国で、今年出た本なんですけれども、子どもディ・ケリーという先生なんですが、多くの人々、資本主義には非常に大きな問題があると、ウォール・ストリートはお金を、儲けているけれども、私たちは今難しい時代にあるわけですよね。ですから違うタイプのエコノミックモデル、経済モデルを求めているんです。その中の一つがその共同組合であるかもしれません。このように、コミュニティの参加が新たに高まり、そして、人々のその主体性ですね、当事者性というのも増えています。そして、所有権ですね、共有権ということですね、コモンズですとか、それから例えば天然資源を管理していくと、これまではですね、民営化しなさいと、売りなさいと、で民間企業がそれを、管理していくでしょうというような動きだったんですけれども、ジェラルド・ハーデン先生のトラジディ・オブ・コンペンスですか、コモンズというのは非常にいいアイデアなんですけれども、共有すると、シェアすると、でもそれではうまくいきませんよと、農家にコントロールさせたらばもうそれでダメになってしまうというような言い方をしてました。でももう一つ、この10年過去10年を振り返ってということなんですけれども、インディアナ大学の先生なんですが、エレノア・オストラム先生、彼女の研究の中では、共有権ですね、天然資源の共有権ということを、森林ですとか、そのハーデンの主張に真っ向から反対しました。地域の人々がその共同の共有の資源を十分に理解すれば、それをうまく活用していけるのだと。そして、誰もがそこに参画することができるのだと。そして、非常に効果的にコモンズを管理することができるのだと。それまであまり注目されてなかったんですけれども、彼女は2010年にノーベル賞を受賞しました。経済学者として、そこで人々は初めて気づいたわけなんです。そして彼女の著作を読みました。これは素晴らしい主張だと思います。我々コミュニティが
社会開発のルーツ、50年代に戻ってですね、コミュニティとして共同組合を作り、参加確保し、コモンズを作る、共有権を持つことができるということなんですね。ここの部分が私が振り返りの部分で強調したかった3点です。では今後の将来の展望というところはどのようなことになりますでしょうか。将来に関して私は予測はできません。そんな勇気はもうございませんので、でも私ができることは将来の我々の課題を実践家として、また学者として、研究者として、どのようにそれに対応していくべきなのか、何を焦点に絞るべきなのかということ、そしてどうあるべきか、どうするべきかということなんですね。それによって影響をもたらしていきたい、将来を形作っていきたいということなんです。まず我々はできると思いますし、やるべきことはあります。まず一つ目が社会開発、我々のフォーカスは不平等に対してです。1990年代トニー・ブレアが明確に話をしましたけれども、我々は不平等の問題については話さないと、不平等は重要なことではないと、重要なのは貧困であると。そのとても豊かな人、お金持ちがいる、そしてそうでない人もいる、そういうことではなくて、貧困に目を向けるべきだというふうに言ったんですね。クリントン大統領もそうでした。不平等についてはあまり関心を寄せませんでした。でも今や我々は、不平等について話すべきではないかと思うんです。私はフォルクスバーゲンを持っているけれども、チャダ先生は大きなメルセデスベンツを持っていると、羨ましいなと、そういうことではないんですね。そういうことではないんです。私が大きなカリフォルニアに大きなサンフランシスコベイに家があると、マニラでの小さなアパートに住んでいる先生もいるかもしれない、そういうことではなくて、我々が今見ている不平等というのはやはり社会全体を分断してしまうものであると。ルパート・マードックですね、例にとればメディアを買収しました。テレビや新聞ですね、大きな家に住んでベンツに乗っている、それはリソース、そしてお金、そしてその社会全体にその影響をもたらすと、その世界をフラグメント化する、分散化してさせてしまうのではなくて、その権力の問題だと思います。オバマ大統領が再選されましたけれども、我々にとって再選されたということは我々安心しているんですけれども、もしお金持ちならばもっと税金を払えと、なぜ貧乏な人が多くの税金を払わなくてはいけないのかと、テレビでですね、もっと税金を払ってもらいましょうと、私も払いますよと。でも社会をこう一つにまとめていくためには、国連は1890年代ですか、ギルデッドエイジと呼ばれる時代ですけれども、スティグリッツですとか、ジョージ・スティグリッツですね、ノーベル賞受賞、経済学者ですけれども、私が言っていることと同じようなことを本の中で書いています。不平等が我々の国を潰してしまうのだと、破綻をもたらすのだと、政治的な権利を主張するチャールズ・マリーですとか、政府の社会保障を攻撃してまいりまし、してきました。昨日もペーパーバッグを空港で見つけたんですけれども、売れてるっていうことですよね。同じことをスティグリッツと同じことを言っています。私は政治的な権利を主張する立場で来ましたけれども、社会全体をまとめたいと、その不平等というのが社会を混乱させている、分断してしまっていると。
MDG、ミレニアム開発目標で、貧困ラインというのがありますけれども、 それだけでなくですね、もっと大きな平等というのが存在するんですね。若い人々、弱者、女性、そして障害を持つ人々、そして民族、そして宗教、さまざまなマイノリティがあります。そうしたマイノリティも取り込んでいかなくてはいけないと、そして不平等をなくしていかなくてはいけないと、そしてインクルージョンを増やし、参加を増やしていかなくてはならないと。そして2つ目なんですけれども、それは MDG はこの点について何も言ってませんけれども、やはり紛争、武力による衝突、武力行使についてですね、社会には戦争や紛争が絶えません。でもこれを社会開発の一つのプライオリティにはしてまいりませんでした。ブッシュがイラク侵攻を決めたときに、サダム・フセインを倒すということだったんですけれども、新しい社会を作るということでしたね。民主主義をイラクにもたらすということだったんですけれども、あまり私たちはそれに対しては、賛同できなかった、それに対して反対する人は本当に多かった。20万人、30万人の市民が亡くなったと言われています。このイラク戦争で社会開発はなされたんでしょうか。全くそうではないですよね。ですからこのようなことはこれからなくしていかなくてはならないんです。シリアでの市民に対する弾圧ですとか、ガザへの侵攻、子どもたち、そして今後ですとか、女性に対する暴力、これはずっと続いています。国連の動きというのを、努力というのを私は尊重していますけれども、この紛争を解決、武力行使をなくしていくということ、これも我々今後の10年で考えていかなくてはならない課題だと思います。社会開発に関して、社会開発と平和ですね、平和がなければ社会開発もできないわけですから、ブッシュがですね、社会開発をもたらす、経済開発をもたらすということを言ってますけれども、それはそうではなかったわけですよね。次に申し上げたいのが、ここで付け加えて言いたいんですが、この新植民地主義的な活動があります。60年代に新たな植民地主義ということが話されました。ネオコロニアリズムと言ってましたが、まだこの植民地主義は終わっていません。いまだに他の国に自分たちの国の人たちを勝手に送り込んだりして送り込んでいます。米国でもオーストラリアでも行っています。これはこの先住民の土地を勝手に奪って、そこに自分たちの新たな国民を住まわせていると。特にアメリカでこの問題は歴史上の汚点として残っています。そしてこれは今後もこうした動きを続けるでしょう。チベットでも生じているわけであります。これは大きな問題です。社会開発はこれに関しては何もしていません。そして西側諸国はこの問題に関して何も手をつけていません。こうした問題にも対応していくことは必要だと思います。最後の部分に関していきたいと思いますが、この長い間聞いていただきましてありがとうございます。この最後の部分に関して話したいのは、社会開発に関して我々研究者として、また実践する者として何をすべきかということでありますが、これは最初に話したことにまた触れることになりますが、我々は今後さらに努力を傾注して、この理論と研究を強化していく必要があります。この学問に立つ者としてこれが非常に重要であります。そして協力しながら進んでいくことが必要でありまして、そこで共通の見解というのを見つけることも必要であります。このお互いに全くその共通見解がない場合でも、何らかの共通見解を得て一つの定義を
この社会開発というところで、見つけることが必要だと思います。一つの目標というものが実際にあるわけでありますから可能だと思います。これは世界の人々の生活をより改善するということであります。もう一つ言いたいのは、あらゆる事業というのは、これは評価がされるわけであります。国際的なドナーが資金を提供する場合、評価が必要でありまして、データを集めて、またそのリサーチのデザインがきちんとされたのかというのを振り返って、結果も振り返っていく、評価するわけであります。で、これをきちんと行うことは非常に重要だと思います。そしてこれまで非常に良いアプローチも作られていきました。その試験も行っていまして、それはうまくいっていました。ですから皆さんが行っているその博士課程の学生さんの、あるいはマスターの皆さんのリサーチに関しても、各国でデータを集めていく、そうしたデータも我々にとっては非常に重要でありますので、そうしたものを研究の中で反映していくのも重要だと考えています。そしてここで注意すべきは、その応急処置的な解決策があるという考え方があります。ユヌス氏はグラミン銀行によって貧困の問題を撲滅できると言いました。しかし私はそういうことは信じていません。唯一の答えなどないわけであります。我々のこのフィールドというのは非常にチャレンジングで、かつ複雑でありまして、多くの要素がありまして、ですから我々としてはその社会開発というこの分野というのは継続的に今後葛藤しながらやっていく分野だと考えています。一つの簡単な解決策などなく、この人々の社会的生活の改善をする上で、複雑な状況の中で新たなリサーチ、新たな理論を構築しながら、葛藤しながらやっていくんだと思います。ユヌスさんに関しては何度も申し上げて申し訳ないんですが、応急処置的な考え方を出しています。グラミンバンクがそのバングラデシュの貧困を低下したのだと、私は保坂さんに昨日おっしゃったんですが、エコノミストに出た記事でありますけど、バングラデシュの経済開発、この20年間振り返るという記事でありましたが、確かにですね、この再貧困率というのはバングラデシュは低下しているんです。しかしながら、これが一つの応急処置グラミンバンクによるものだというのは、それは間違いであります。バングラデシュには多くの労働者をその中東諸国に送っておりまして、そこからの資金の送金があります。またその織物産業というのが発達していまして、そこで生産されたものがロンドンなどでも売られています。またバングラデシュというのは多くの資金を援助国からこれまで得ていて、その意味では非援助国の中でも多くの金額を資金を提供されている国であります。またマイクロファイナンスやマイクロエンタープライズの面ではバングラデシュは大変成功していますが、このさまざまな要素の中での一つに過ぎません。それがその中でどれが一番効果があったのか、どれが一番良かったのか、どれが一番良くなかったのかというようなことは言えるかもしれませんが、多くの要素があるわけであります。我々の研究はこうした複雑な状況の中で葛藤しながら進めていくものだと考えています。ここで結論でありますが、この社会開発の今後の成長でありますが、この研究領域として、あるいは実践の領域として考えてみますと、これは人々の善意と努力によるところが大きく、また偏見などを置いてですね、あるいは凝り固まった考え方などは脇に置いて、お互いの見解を聞くということが重要だと思います。これまで名古屋には何回も訪問しました。その中で多くの人々の意見を聞き、そして多くを学び取ることができたと考えています。多くの同僚皆さん、世界のあちこちから集まった方、そしてドクターコースの方、あるいは学生さん、そして大学院の先生方とも多くを話しました。そしてこの大学院に関しましては、素晴らしいフォーラムを作って意見の交換を可能にしたこと、見方の交換、あるいはその研究結果の交換を可能したことを祝したいと思います。この10年間でこれほどの達成をなされたこと、素晴らしいと考えています。以上です。ありがとうございました。